アイリス通りとは、愛知県刈谷市を通る遊歩道の愛称である。明治用水、西筋の冠水路化に伴い、その上部を利用した水環境整備事業で整備された。矢作川を源とする明治用水は、もともと開け水路として整備されたが、現在は大部分が地下に埋められた冠水路となり、その上部に周辺住民に親しまれる施設として遊歩道、ベンチ、あずまや。 パーゴラトーンが設けられた。この遊歩道は延長1 4 3キロメートルを計画しており、豊田市、安城市、地竜市、刈谷市の4市につながっていることによって、隣接する刈谷市役所、セントラルパークや公園などの公共施設と調和した緑と花を生かして整備された道路である。アイリス通りの愛称については、公募により決定した。カリ谷市の市花カキツバタは、 愛知県の県下でもあり、師匠を意味するアイリスから命名された。アイリス通りの遊歩道はすべてレンガ時期で、消火性や空気弁などのマンホールには、柿タの衣装が施されている。柵にはところどころ、柿翼や刈屋城、雨子いカ踊りなどの細工があしらわれている。名称こそ、アイリスの名を冠しているが、通りや周辺の植物には、柿タは見当たらない。 アイリス通りの周辺には、刈谷市役所をはじめとする観光庁が立地し、通りを西に行けば、名鉄三河線刈谷市駅、東に行けば、名鉄三河線、JR 東海道本線刈谷駅方面にアクセスできる。遊歩道上の交通規制は特にない。ただし、所々自動車が通行する大通りに分断されているため警戒が必要。 遊歩道の両脇の車道は一方通行で駐車余地はない。ありがとうございます。